依然として1番の寺崎優輝が正攻法の位置変わらず、南関東勢を抑え込んで今度は前段の九州勢と接近する2番の小泉、小泉が前を切っていきます。そして受けて1番の寺崎3番手ですが、後方に引いた4番の石井が一気の発進で小泉を叩きました。中段を確保した2番の小泉俊也、2日間後手に回されている2番の小泉は今日は勝負どころ3番手、そしてかましていく1番の寺崎優輝、寺崎のかまし合わせる内から2番の小泉3番手を主化。さあかましていった1番の寺崎、後続に4写真5写真リードを取って最終空周回に入りました。1番の寺崎が一気のかましで先頭、後ろを見て6番の塩光、少し口が開いた3番手第2先行2番の小泉俊也、巻き返しなるかどうか、じわじわ伸びてくる2番の小泉俊也、最終バック先頭1番の寺崎、3番手接近する2番の小泉、6番の塩光が牽制を見せて4番の石井隆持ってきたが、さあ今度は6番の塩光健二、2番の小泉俊也、内4番の石井隆ゴールに並びました。わずかに2番の小泉俊也か。